昼です。ただいまひろです。今日はポケモンカフェが新しくなったということで、ポケモンカフェに遊びに来ました。これからポケモンの実況もやっていきたいと思うので、ちょっとその前にポケモンと戯れたいと思います。では早速行ってきます。じゃあポケモンカフェ行ってテイクアウトしてきました。このアイスカフェラテと、あとこれ何でしょう、ちょっと開けてみたいと思います。じゃん、あ、見てください。あー、パカッめっちゃかわいい、ピカチュウのカップケーキ。何味なんだろうこれ。すごいかわいいです。中もかわいくて、こっちがカフェアートなんですけど、なんか全部で何種類か絵があって、今回私のカフェアートの絵はこちらのピカチュウです。あー、もう泡が溶けて穴が開いてしまった。めっちゃかわいい。ちょっとこれ早速飲んでみたいと思います。もったいないですね、こういうカフェアート飲むのは。すごく抵抗がありますが、しかしちょっとこのまま飲むのはかわいそうなので、こいつをごちゃごちゃに。はい、これはピカチュウじゃないと思って飲みます。いただきます。おいしい、おいしい。カフェラテ、冬なのでホットもあったので温まれますね。おいしいのでおすすめです。じゃあ次カップケーキ食べたいと思います。これは手で食べちゃっていいんでしょうか。じゃん、かわいい、甘い匂いがします。これをもぎ取ったらただのカップケーキですが、これを差し込むとかわいいピカチュウ。食べてみよう。そのまま食べちゃおうかな。ちょっとね、こういうのはね豪快に食べるタイプなので、このまま食べたいと思います。いただきます。うまい。なんかカップケーキとついてますか？やばい。おいしいです。でもうん、めっちゃうま。あー、幸せな気持ちになれますね。かわいいピカチュウの。